はい、どうも皆さんこんにちは。町並み通信社の右田です。今日はなんとなく食レポをしようと思っております。みのりの里東金さん、最近道の駅になりましたね。からホタテ飯いただきました。裾分けという感じでですね、いただきました。ちょっとだけ食べてみようと思います。では食べてみようと思います。いただきます。うまいうまい。これ何が入ってるんですかね。ホタテ、うるち米ホタテ醤油。醤油がホタテの味を引き立てるというか、なんというか、百聞は一見にしかず。気になった人はみのりの里東金5を買って食べてみてください。以上、右田が雑な食レポをお届けしました。